私と一緒に英語を勉強しようね今日のキーワードはいつ今回はいつって尋ねる表現だよこの表現をバッチリ覚えて友達に自慢しちゃおうね s start. <S 君の誕生日はいつ私の誕生日は 6月 My birthday is June 19th. My birthday is June 19th. お正月はいつ? When is New Year's Day? When is New Year's Day? New Year's Day is January 1st. New Year's Day is January 1st. それじゃあいろんな日を英語で言ってみようねバレンタインデデーバレ雨 season. Season. 夏休みクリスマスクリスマス それじゃあ少し練習をしてみようね。私についてきてね。じゃあ行くよ。バレンタインデーはいつバレンタインデーはバレンタイン d デーだったよね。いつって尋ねる表現はなんて言うんだったかな答えは ?When is Valentine's Day? バレンタインデーは2月14日だよ。2月14日は February14。だよ。日にちを言うときはどうやって言うんだったかな答えは「バレンタインデー is February14th」。 Day is February どうだったできたかな次の問題。クリスマスはいつクリスマスは英語でクリスマス。だったよね答えは。When is Christmas?When is Christmas? クリスマスは

トリ、ー、あなたの誕生日はいつ ?When is your birthday, Tori? 私の誕生日は6月19日よ。あなたはあなたの誕生日はいつ ?My birthday is June 19th.And you?When is your birthday? 私の誕生日は2月14日よ。My birthday is February 14th. バレンタインじゃないの。It's Valentine's Day. <S うん、そうなの。Yes, it is. バッチリよ。これで、いつって、たくさん聞くことができるわね。いっぱい使って覚えていこうね。See you later. Goodbye.